アリオス・マクレイン、まさかあなたとこんな形で共闘するとは。例の武術大会でも顔を合わせたが、肩を並べるのは国防軍の時以来になるか。あれからお互いいろいろあったようだ。継いだ聖女の魂見せてもらうぞ。ええ、こちらこそ風の牽制殿。楽勝なんだから。ターゲット捕捉。崩したぞ。ダメージ行くとしよう。アークス駆動。任せたまえ、アークス駆動。私の番ね。行くぞ。撃破完了。とっとと行くぞ。ターゲット捕捉。続いてくれ。ダメージ。どうしようかな。
あたりにあった。ほいっと。お返ししよう。私の番だな。いいわよ。ドライブ開始。ふん。任せたまえ。アークス駆動。よし。撃破完了。とっとと行くぞ。宝箱だな。ゲットですわ。気をついたぞ。
し。ターゲット捕捉。くらえ。続いてくれ。ダメージ。行くとしよう。私の番だな。行くぞ。面倒な仕掛けですわね。拘置所には過ぎた設備のようですが、前に支援課のお兄さんが脱走してから増強されたって噂ね。以前鳥かごに閉じ込めた時も苦労させられたものだったな。特務支援課か、ちょっと興味が出てきたな。完璧か。威勢がいいな。ターゲット捕捉。くらえ。
任せたまえ。取りたまえ。褒めてあげる。強化する。えい。任せたまえ。させたまえ。俺の番だ。いいわよ。ドライブ開始。行くよ。アークス駆動。私の番だな。打ち果たせ、クリミナルレイド。行くとしよう。ドーン。断ち切る。見切った。隙あり。行くぞ。肩をつけてやる。突き止め。どうしようかな。ここだよ。隙ありだ。いいわよ。今よ。遅い。行くよ。任せたまえ。勝機を逃すな。行くぞ。私の番ね。よいしょっと。もしもし、何が出るかな。やあ。任せたまえ。俺の番だ。ターゲット捕捉。くらえ。
任せたまえ。アークス駆動。いいわよ。私の番だな。せい。強化する。えい。いけるよ。それにしてもここ建物も家具も人形も何一つ可愛くない。限りなく0点よ。おお、まさかの C をも下回る最低記録。工事所に何を求めてるんだ。ふう、一息つけたな。そうだな、注意するぞ。誰
が相手だろうと関係ない、うん、私の番ね。見せてもらうわ。全部お見通しよ。行くぞ。触らないで。バラスコッペリオン。俺の番だ。さてと。俺の番だ。助かった。任せるがいい。風よ、我が力となれ。行くぞ。触らないで。バラスコッペリオン。任せるがいい。風まく光よ、我が剣に集え。とどめだ、封刃鉄火。これがナンジャの本気だよ。それそれそれ。あとは君に任せた。チッ。させるか。
俺の番だ。走れ。このまま決めるぞ。いいわよ。始めましょう。風まく光よ、我が剣に集え。ダメだ、封刃突破。後期行くぞ。助かった。どうしようかな。輝け、ライトニングソード。いくよ。覚悟はいい？レンの番ね。サイクはリュウリュウっと。ゾディアックコード起動。行くぞ。ターゲット捕捉。くらえ。任せるがいい。はい。後期。暴れ。いいわよ。踊りなさい。付き合いね。遅い。行くぞ。俺の番だ。やっ崩したぞ。楽しい。マイル。はっ崩した。あまあまで。どうしようかな。やっ突きやり。突きやりだ。よし、やるしかない。
撃破完了。とっとと行くぞ。精進あるのみだ。機能向上ね。まあこんなところか。当然ね。レベルアップだね。精進あるのみですわ。まあこんなものだろう。宝箱だな。
いつでも行けるわ。進んできたみたいだけど、目的の部屋は近いようだね。ああ、急ぐとしよう。待っていてくれ。もうすぐ迎えに行くからな。しずく、迎えに来たぞ。娘さん？なるほど、
目的は彼女というわけね。娘を預かっていただいて感謝します、イアン先生。ここが彼らに占領されたのが予想より早くてね。来てくれて助かったよ、アリオス君。これはどういうことかね。知らない面々もいるようだが、ここにいては不自然な人間が少なくないようだ。はじめまして、イアン・グリムウッド弁護士、ルーファス・アルバレアという。先ほどの質問だが、答えはすべて彼女にある。君は？私の名前はラピス・ローゼンベルクよ。そうか、そういうことか。ではさっきの言葉を訂正しよう。よく来てくれた、君を待っていたよ、ラピス君。どうやら今回は当たりみたいだね。何事ですの？お父さん、あれは。雫、廊下へ下がっていろ。先生も避難を。ああ、どうやら落ち着いて話ができる状況ではないようだ。我は死なぬ。まさかエンペラーなの？なんか気持ち悪い。あの肩の形は彼が使っていたアーティファクトか。それにしては噂にしか聞いたことはないけど、あれはもしかするとアーティファクトの暴走かもしれないわ。周囲のものも取り込んで歪んでしまった得意点のようなものよ。もはや人格のほとんどがアーティファクトに侵食され、わずかに残った執念だけで行動しているようだな。さすがにしつこい。こちらをすごく睨みつけていますけど、あれ、あなたたちの知り合いですの？非常に不本意ながらね。でもここで退治するしかない。元はそれなりの手だれと見受けるが、こうなってしまっては哀れなものだ。せめて一刀にて両断することを手向けとしよう。逃がさぬ最強いくの。そら、ターゲット捕捉。くらえ！続いてくれ！何の番ね？ドラウグ開始。どうしようかな。
受けよう。響かせよダークレクイエム。私の番だな、アークス駆動。行くぞ。強化する。私の番だな、アークス駆動。は？行くぞ。私の番だな。さてと、アークスクロー。はっ。それ。行くとしよう。響かせよダークレクイエム。任せたまえ。強化する。ドラウグ開始。俺の番だ。ターゲット捕捉。食らえ。行くとしよう。アークス駆動。行くぞ。触らないで。バランスコッペリオン。行くぞ。強化してあげる。Thank you.
ークはリュウリュウっと。ゾディアックコード起動。行くぞ。いざ。ターゲット捕捉。くらえ。続いてくれ。遅い。私の番だな。刻むぞ。シャドウステップ。私の番だな。アークス駆動。レンの番ね。踊りなさい。行くぞ。我が力となる。強化する。行くぞ。やっ、崩したぞ。遅い。任せたまえ。見切った。隙ありだ。任せるがいい。刻むぞ。シャドウステップ。マイル後期。危ない。さてとチャンスね。遅い。よし、はっ。崩したぞ。遅い。行くぞ。崩した。危ない。私の番だな。見切った。隙ありだ。終わりだ。我を滅びる。全然動けない。こんな出力も出せるなんて聞いてない。おい、あいつ損壊した部分が再構成しているぞ。不死身ですの？それよりこのままでは建物自体が持たないわ。つまり崩落する。このままだと。アーティファクトの力が相殺された。支援家の新郎さん。武器を構えるがいい。奴はまだ動くぞ。狼が喋った。今はそっちに驚いてる場合じゃありませんわ。来る。マイル。輝け、ライトニングソード。任せるがいい。風よ、我が力となれ。よし。
参る。私の番だな。アークス駆動。行くぞ。レンの番ね。サイクはリュウリュウっと。ゾディアックコード。起動。行くぞ。私の番だな。耳かせよ、ダークレクイエム。行くとしよう。はあ、よし。打ち果たせ、クリミナルレイド。私の番だな。おお、助ける。見切った、隙ありだ。何の番ね。踊りなさい。行くぞ。ターゲット捕捉。くらえ。さてと。あとはお願いね。交代。覚
覚悟はいい？じゃあね。行くとしよう。任せたまえ。勝機を逃すな。行くぞ。ないわね。ドライブ開始。私の番だな。アークス駆動。任せるがいい。風巻く光を我が剣に集え。とどめだ。封じた。崩した。
よし。始めましょう。みんな盛り上げてね。はい、行くぞ。私の番だな。打ち果たせ、クリミナルレイド。行くとしよう。ボーン！立つぞ！見切った！隙ありだ！参る！後期！危ない！よし！いいわよ。踊りなさい。付き合いね。遅い。参る。風よ、我が力となる。参る。打ち果たせ、クリミナルレイド。行くぞ。後期。危ない。よし、型をつけてやる。ザー、引き取れ。続いてくれ。行くぞ。レファス、引き受けよう。しっかり任せたまえ。風まく光よ、我が剣に集え。ダメだ、封じるな。レンの番ね。触らないで、バランスコッペリオン。いいわよ。踊りなさい。補足。くらえ。任せるがいい。いざ。あい。よっ。じゃ早く。よし。型をつけてやる。続いてくれ。遅い。任せたまえ。ドライブ開始。行くぞ。
せるがいい。刻むぞ、シャドウステップ。行くぞ風よ、我が力となる。行くぞ。やっ、崩したぞ。遅い。行くとしよう。勝機を逃すな。行くぞ。任せるがいい。崩した。私の番だな。殲滅完了、先を急ぐとしよう。精進あるのみだ。まあこんなものだろう。まあこんなところか。当然ね。機能向上ね。精進あるのみですわ。あそこを切り離せば、あるいは…承知した。今までにない反応ね。これで正解みたい。だがまだ終わりではない。あの肩の宝珠を破壊したまえ。俺が行く。君たちの因縁だ。君たちの手で決着をつけるがいい。ナディア、スイ、やっちゃえ。これで終わりだ。ちゃんたちの生き方はなあちゃんたちが決める。亡霊はさっさとあの世に行きな。異様な気配を察知して追ってみたまでだ。まさかあのようなものが現れるとはな。
私にとっては一瞬のような時間だが、確かに人の子には懐かしむのに十分な光陰だったな。私はこのように服役中の身だが、法律アドバイザーの仕事も多少は続けているんだ。単に拘置所の中で腐っているよりは少しでもクロスベルに役立てるようにと、マクダイル議長の配慮でね。ありがたいことだ。もちろんいろいろ制限はあるが、ある程度外界とやり取りできる端末も与えられていてね。拘置所の中も比較的に自由に動ける方だった。おかげで今回も何とか雫くんをかくまうことができたわけだ。大戦が終結して間もない頃、ある日端末を通して何者かが私にコンタクトしてきた。エリュシオン、その存在はそう名乗った。エリュシオン、thank you.
ああ、ここからが問題だ。動力ネットと活性化した霊脈、誰が意図したわけでもなく、この2つが影響し合った。交差するそれらが神経系の役割を果たし、そこに情報が行き交うことで、まるで人間の脳を大陸規模でシミュレートするような形になった。そこから独自の思考が生まれた。それがエリュシオンだ。少なくとも再現することはできないだろう。我々人類は未だ完全に脳の仕組みを解明できていない。どういう構造で、どのようにして意識が生まれるのかすら理解できていないんだ。だからこれはあくまで偶然の産物、奇跡のようなものなのだろう。幸いと言うべきか、エリュシオンが果たした進化はそれだけではなかった。最初に話していた、エリュシオンが私との会話を求めたのは人間というものを理解するためだ。その対象にどうして私を選んだかはいまいち基準がわからなかったがね。会話を繰り返しているうちに、エリュシオンは人間の感情と思考パターンをもとにシステムの疑似管理人格を形成した。それが私、ラーちゃん。お前、記憶が。まだ全部じゃないけど、話を聞いているうちに少しずつね。
ずいぶんと静かにしていたと思ったら、そういうことだったのね。いや、話を続けて。あの時もこんな風に君と会話していたものだったな。思えばラピスという名前も私がつけたのだったか。おお、ラーちゃんの名付け親？そうだっけ。君は名前など不要だと言ったが、せっかくこんな感情豊かな人格になったからと私が勝手に呼んでいた名でね。まあ可愛い名前だから気に入ってる。100点をあげるわ。だからどういう基準だよ。私にできる話はここまでだ。その後は真相を求める誰かの来訪をこうやって待っていただけだ。わずかな期待でしかなかったが、ラピス君、君が訪ねてくることもね。さて、次は君の番だ。記憶は無事取り戻せたかな？うん、ほぼね。と言ってもイアンがほとんど話したから、私に話せるのは最後の部分に関しての補足程度だけだよ。最後の部分、一体エリュシオンに何があったのか。か、簡潔に言うなら乗っ取られたの。乗っ取られたですって？それほどまでに高度な存在がか。一体誰に？それがわからないの。気づいた時にはすでに管理人格である私が攻撃対象になっていて、システムに消される直前だった。だから最後に一度だけ限定式収束未来演算を使って対策したの。対策？消される前に自分をシステムから切り離してヨルグ・ローゼンベルクの元に転送したの。彼にこの体の制作と、その後に現れるだろう C を名乗る者、ルーファスに届けるように頼むために。それであの予言のような依頼になったということか。まさか依頼者がラーちゃん自身だったなんて。しかしなぜ私に？オルキスタワーのメインターミナルを通じて総督時代のルーファスを知っていたから。知らずのうちに私自身が観察対象になっていたということか。ルーファスだからこんな短い期間で私をここまで連れてこれた。他の人だったらもっと遠回りしていたと思う。何よりルーファスならきっとどんな方法を使ってもこの事態に立ち向かうと知ってたから。その計算は間違ってなかったでしょ？
賢明な判断だ。しかし分からなくなってきたわね。エリュシオンを乗っ取ってかつ今回の事件を企んだ存在、該当しそうな人物に全く心当たりがないわ。もしやかの第六中ノバルティス博士が？それはないわね。博士自身も否定したし、彼がここまでするメリットもないもの。どうやらまだ最後のピースが欠けているようだな。だが今回の事件の全貌はこれで判明したと言えよう。そしてその中心に彼女がいることも。聞かせてもらいたい。君はここから先どこを目指し何をするつもりかを。そんなの決まってる。エリュシオンが乗っ取られた原因を突き止めて、それを取り除く。ついでにこのおかしな事態も終わらせてみせる。きっとそれが私、管理者ラピスの使命なんだから。そうか、ならば俺のやることは一つだ。しずく。お父さん。すまないが、安全な場所に送った後もうしばらく先生と待っていてくれるか。わかった。お父さん頑張ってね。あ、遊撃士協会所属アリオス・マクレイン、君たちのこの道行きに改めて最後まで同行しよう。私もここまで関わった以上最後まで見届けますわ。うん、よろしくね。では我らは二人の安全を確保し、引き続き周辺拠点の偵察をしよう。ええ、任せますわ。雫と先生のことを頼む。風の牽制からの頼まれ事なんて光栄だわ。狼さんも一緒に行くんだね。ああ、ロイドたちともまた会う約束をしている。このままそなたらと行けば、おのずと道が交わる予感があるのでな。人形工房で連携した。確かに状況を考えると、どこかで直接コンタクトを取る必要はありそうね。いやん。ラピス君、まだ何かあるのかね。ちょっと言い忘れたことがあっただけ。ありがとう、いやん。君に真相を伝えたのはエリシオンの存在を知る人間として当たり前のことだ。礼を言われるほどのことじゃないさ。ヘン、そうじゃないの。今まで私とたくさん話をしてくれてありがとう。イアンがいたから私は今のラピスになれたんだよ。こうやってルーファスたちと旅ができたのもイアンのおかげ。そう言ってもらえるのは嬉しい限りだ。自分がしたことにちゃんと意味があったということだからね。あのね、もし私がちゃんと正しい判断ができる人格になれたんだとしたら、それはきっとイアンの中に正しさを求める心があるからだよ。だからもう怖がらないで。お見通しか。ずっと心の底で恐れていたんだ。自分は本当に正しいことをしているのか、正しい選択ができているのか。過去の過ちはあまりにも重く、自分が信じられなくなっていた。だがラピス君、君のおかげで自分を見つめ直すことができそうだ。私も前に踏み出さないとな。
うね。この音は。レンちゃん、どうしたの？たった今、クロスベル全域を覆っていた通信妨害が解除されたみたい。それって…ああ、いよいよ最後の舞台、その幕開けのようだ。Thank you.